っと水入れる。はい、こんにちは、なおさん TV です。今日は今から車中泊に行きますので、車のシート形状を変更してみたいと思います。ちゃんとベッドを作ればハイエースのような車中泊は家よりも快適になります。はい、これでベッドになりました。2列目シートもこちらに倒しましたら、3メーターぐらいの大きな長さが確保できますので便利です。横向きで寝ましても、このハイエースはワイドなので188センチ横幅あるんですよ。ですので、ちょうど170センチぐらいの人でも当たらない感じですね。ちょうど横になれば、大人が運転席、助手席と2列目シートは空いた状態で3人が寝れますので、むちゃくちゃ快適です。通常は1人で車中泊する場合が多いですので、このスペースだけをベッドにして使うということが多いですね。で、今2列目にたくさんの荷物を積んであるんですけど、それはこのスペースに全部収まります。で、ここにテーブルとか出してワインを乗せたり、ポータブル電源ここに置いたりしますので、必要なものだけここに広げまして、あとは全部この下に入れてしまえばいいと思います。はい、冬の車中泊でやっぱり寒いですので、毛布を引きます。こんな感じで毛布を引きまして、以前はコールマンのマイナス18度まで耐えれるよっていう寝袋で寝ていたんですけど、それよりも家で普段使っている布団をそのままここに敷くと本当に家になるんですよ。で、今日も普段使っている布団を敷いて車中泊に行きたいと思います。さ、それでは布団を敷いていきます。うちから持ってきた布団を敷きます。これが毛布で、こっちが普通の布団です。まずは毛布を敷きます。はい、あっという間に出来上がり。こんな感じです。これで家にいるより快適になります。家でいつも使っている布団を車の中に敷きました。これであったかく眠れます。よしよし、なーになーになーになに、
ようか。あ、白いね。ダメよ。